え、選べるでしょ。家庭用と一緒で選べるはずだよ。Please select your character. まあ、チートだよね。チート。ジン・キサラギ。マコート・ナナヤ。先方はユタク。そうなんだ。スタートボタンだからそれ落ちたから。対してこちらはグラップラー言った。リブル1アクション。 ESR5 は何役だよ。では言った。画面端まだ入る。安くなくてやっぱり安い。そうだよね、それ無理だよね。画面発生、ユッタがスキョーダーしてる。中断しては4500ぐらい減るぞ。できない。ユッタがパン暴れ。置き攻め通したら死んじゃう。バレてる。投げはできる。このキャラ勝利権あるよ。そのままきっちり殺しきれ。リボー2アクション。はい、僕タッチパン。てかなぜ走ったし。おー、画面端漏らしてごまかして、しっかりできてる。一気にダメージ取って大きい攻め。昇竜拳一応しゃがれて下げれるはずなんですけどね。難しいけど狭間に比べて。痛い。カズさん 2D もらったらバット。ミスってた。シエで切り返してバリーン。やすー、裏回りできるわけがなくて投げを素直に。これダメじゃね、受け身取れるんじゃね。投げできる。下がる下がる、めっちゃ下がる。ニンバー、コンポ練習ぐらいしてきてくださいよ。なんかとりあえずさ、最大でやれとは言わんけど、コンボ、基本コンボぐらいみんな練習してから来ようよ。いやー、やっぱりね、いつまでも何週も何週も同じミスを繰り返して成長しないのはちょっと見てて寂しいじゃないですか。ねえ、ゆうむらさん。ねえ。ジロ切れてんのに、アトミックコルダーマイビースかとか。やったやった。やったやった、動画で残ってる。しかも結構頻度多い。ああ、アイアンテイガーで、マコート・ナナヤ。大将は言った村。どこでもいいよ。レイチェル・ステージ選んでもあんま変わんないと思うけど。マイクパーでもやってるよ。 The wheel of fate is turning. Rebel 1 action. 触ってた。バックスペキョル置いて。危ないよそういうの。引っかかってる。ミスってよくあるけど逃げて。さすがに固めが半端すぎた。危ないよ。おいしいよ。危ないよ。まあそれは割り込むよね。
うわぁ痛いよ。ミスるかな。ミスったミスったっていうか、同技計算すらしてなかったあたりが。スレイコンだ、高すぎた。戦士としての心得。リボー2アクション。さて次のラウンド、うまく止まって、これだ、ガジェットフィンガー、吸い込んで、まだ入る、捕まえて、もう一回ユッタが取り返す。拳の重さ受け止め。ゼネはあの安定見てから後ろへ出ると安定してガードできるよ。その際ボタンを押すと、あのいろいろあるから、ボタンは押さないでずっと後ろを入れとくと、まあ安定してガードできる。大将は言ったね。ていうか今回のバージョンアップさ、説明なさすぎだよね。説明なさすぎで、なんか不具合修正中ですっていうのはちょっと、まあ、メーカーとしてどうなのかな的な空気も若干あるよね。なんかレギオンのなんかなんちゃらポイントもどういう計算になってるのかよくわかんないし、ここで突っ込んできた。ゆっくりゆっくり、おちょくってガードさせられるが、あれスーパーマンで耐えた時にキャンセル可能だったら神だったよね。かわして反則、引っかかって捕まえてリードラー、しっかり拾ってく、痛くない。話すだけのノーマルヒットは安いぞ。危ない危ない、これかかった、動いた、もう一回ダメージ取って、距離も取る、とりあえずチャージしたが残り時間があんまりにも少ない。回って、そうだよね、まあ、割かしコレラもらっても死なないまであったから上ヨッパでもよかった気がするけど、できればもう立たないです。リボー2アクション。さて2ラウンド目、伸びる方向1、伸びる、これは投げ暴れとかしてっからバカじゃないの。手が使い頭悪い、いや失礼、投げキャラ使いです、ね、いや玉ねすれも結構バカなこと書いてあるよ。あ、行っちゃったよ。むしろスレッドのレベルで言ったらテイガースレの方が高いと思うよ。じっくりじっくり距離詰めてく、おちょくられてる感が半端ない。そのバースト危なかったよ。
危ない危ない、呪力の力だ、受けてみろ、波のフォース1、受けて、威力の力、受けて、触らせねえよ、触られたら負けちゃうじゃねえか、触られたら10ゼロなんだから、危ない、受けてみろ、波のこの甘えたジャンプにはエドラ刺さないとね、時間が切れた、これも無理っぽい、知ってる、いややば、ああ、もしもし、生きてますか、ハザーマウェン。はい、じゃあ次、ユッチと、HTY アット言った、相手がユッタビージー部長。なんかユッチってすごいいいよね。使ってっからバカじゃねえの。はい、じゃあじゃんけんして。いや、あの、呼ばれたやつ手あげろ。じゃあ、ゆっち。はい。はい、じゃあもう相方分かったね。で、相手、じゃんけん。はい。ゆっちと HTY がチームで、ゆったメージと部長がチーム。はい、僕、誰々ですから言えんくのか、お前らは。もう、なんなの？チーム戦で無言でぼったちされたってわかんねえから。お前らいつから仲良しだよ。上村さん、今の AI 案確定。あ、決めろよ。 Please select your character. こっちの方が強いから。ハザーマーランド11、たまねえのが多分テイガーの92倍ぐらい強いよね。たまねえのがテイガーの92倍ぐらい強いよね。でもさ、その小ジャンプ C ヒットした時にとっさに BI やって出なくね、よっ伸びろかかっとね、伸びろ状態変更、伸びろ伸びろ、フォース1、だって先方は言ったら言った、しっかりダメージ取ってまだ入る、これは死んだんじゃないの？安いか？いかがです？油断しました。危ないな。あ。これは。投げ通す。甘い。伸びる方針。お前細。距離取って。伸びる方針。うまく刺さったか確認ができてない、ハイジャンプ、ビビってるビビってる、ジャンプビビってるが、こっちも確認がちょっと甘かったか、おい、1位からのこのスキル、できればもう立たないで、リボー2アクション、ここでタック投げ通す、ちょっと距離が近いが、打ち当たり、置き攻め、ピンバー裏回りからきっちりコンボ入れてピンする、次のでよけてった、熱い。状態変更。
引っかかる、当たっちゃって早すぎた。しっかりこちらもガードして、バーストそのバーストは結構危ねえぞ。中段バースト使ってくる、大きい攻め、下段はしっかりガード。キスが入れ替わる、怪しい怪しい、目の前で出し切った。しゃがんでるからしっかり取り返す。リボー3アクション、さて引っ掛けからこちらはしっかりダメージを取ってくる。まさか前転裏からちょっと様子見て、しゃがいで暴れてる。何なの、くう投げ飛び暴れが暴れている。しっかり HK さんもバッチリ中断、これは死んだかな、しっかりジャゴで殺しきる。勝ち抜きだけどね。ハザーマウィン。